ヒトラーに似すぎの猫。ふってなる。笑った。かっけえ。サビ猫は性格がよく賢いぞ。タキシードかっこ白と黒タイプも確かにアクティブで賢いな。そして大きい気がする。へえ、白黒の猫は知能高いのか、グレーの色はどうなんだろ。猫な知能対等。猫ニャニストと世界対戦するんですね。前髪。ヒゲはともかく、前髪は完全に作ってるじゃん。サインはら。ゾウさんって割と切れやすいよね。転がされすぎ。ゾウは K1 にセイムシュルト出したら一遍にしらけたような突き抜け感あるよね。その最強のゾウと心通わせる人間ってやっぱ最強だわ。そもそもゾウの成獣に勝てるやつなんて地上におらんから、他の陸上生物とのウェイト差おかしいやろ。ティラノサウルスも竜脚類には勝てないからね、しょうがないね。ゾウみたいな鈍獣、スピードで翻弄して疲れたとこ攻撃すれば楽勝やろ。40km 毎時で走ってくる模様。飼い主の手が好きすぎて人参までなかなかたどり着けない。まんまるで可愛いですね。口が可愛い。噛まれても痛くないのかな？飼い主の手イコール美味しいって知ってるんやな。パクパクしてるのかわよ。カメもちゃんと懐くんだな。こいつに生で会ったらちびりそう。ハシビロコウとヒクイドリは生で見たら失禁しそう。花鳥園行けば触れるで。そのぐらいしないと、あの厳しい眼力は身につかないだろ。そんなんだから絶滅しそうになってるんだ。地上を歩くのはとても苦手だけど、不器用ながらも頑張って歩くモグラが可愛い。モグラって地上に出るとすぐ死ぬって聞いたけど、そうじゃない種類もいるのかな？いや、外国のは知らないけど、日本のモグラは地上でも猛スピードで走れるよ。猫が生きたのを家の中まで加えて持ってきたんだけど、逃げ足があまりに速いので巨大ゴキブリかと思って焦った。動きが奇妙すぎて人形を使ったフェイクに見えるんだが、ネットに毒されすぎなのか。おもちゃみたいにカクカク歩いて可愛い。ネトフリでやってるんだよな。こんなの陸に上がってきたら怖えよ。サメ映画って海に近づかない、これで終了じゃね？台風に乗って飛んでくるやつは知らん。宇宙にまで進出してくるぞ。市長が街を挙げて海辺でセレモニーするぞ。ベンチから出てくるぞ。好きなの選べ。あー、逃れられない。人類に逃げ場なし。教えて、サメ映画博士。食料問題解決やん。タイムスリップは草。クモ、Y が流行らない理由は？キモいから。目でか？吸盤についとる爪がスゴックみたいに動くんやろ。臭そう。めっちゃまずいんやろ、ダイオウイカ。目がでかすぎ。ダイオウタコはなんでおらんの？おるかもしらんで。タコは今のところこんなもん。水ダコの大きいやつは10メートル近くあるらしいで。えぐい。はい、それかぶさってきた方が絶対絶命感あるな。もっとでかくないとやだ。数年前に NHK で特集されてたよな。見たかも、昭和期に。一回見てみたい。今度水族館で展示されるってよ。イカ飯だとご飯どれくらい必要？新潟の田んぼ足りないぐらいかな。新潟の米の生産量バカにすな。来た。変なカメ、見つかる。カンボジアらしい。川よ。カメ？カエルやないんか。これ凍らないんか。カエルやん。なんでしゃくれとん。緑色の犬が生まれるスペイン。緑か。鳥だと割と多そうだけど、哺乳類は思い浮かばないな。光合成するのかね。そいつは虫の仕業ですな。虫が擬態する話あったな。災いが来る。災いが。こういうのは中国がやるものだろうが。ソースが中国なら間違いなく人為的な着色だった。これお茶犬だろ。緑っつったってどうせ緑っぽいとかそんなもんだろと思ったら、本当に緑色だったでござる。雪に大はしゃぎの猫様。うちの茶トラにそっくり。モフモフさせてくれ。ホッキョクグマとかならわかるが、トラも寒さ平気なのか。でっかい猫だし。
猫科のくせに寒いの好きなのか。猫科は個人体感で総じて好奇心旺盛なイメージあるからあんまりわかんない。うちの黒猫とか雪面に突撃していくからな。体でかすぎてこたつで丸くなれないからな。猫が雪だるま作ってるみたいだな。水の中も平気で寒さにも強いとか無敵すぎる。ペンギン。骨格だけやと絶対わからんな。首長い奴らはペンギンみたいな感じなんか。ペンギンは変形できそう。ペンギンの骨格からペンギンは想像できないよな。骨格から想像できないは全部水の中におる奴らやからな。陸上におるのは大体想像通りの見た目しとるやろ。裸でバネズミの寿命は30年くらいや。こんな姿で30年とか刑罰だろ。うん、キモい。そんな外見してても競争社会なんやで。こういう顔の女いるよな。なんでこんな進化してハリネズミと名乗れるんやろな。勝手に分類したのは人間さんなんだよな。草ハゲる。釣り上げられたどの種に属するか判定できない深海ザメ怖すぎー。完全にエイリアンじゃん。メガマウスだと思ったらメガマウスだった。深海泳いでる時これとあったらちびるな。ブッサ。キャー。ブサイク。深海だと目見えないのに目がついてる。わいしょう、アンモナイトが現代に実存すると尻戦慄する。何言っとんねん。しかも水族館で見れるって。ええ、アンモナイト生きてるってお前ら知ってたんか？小学生かな？ええ、こんなの泳いでたらよおるわ。アンモナイトならアジサイにくっついてるぞ。アンモナイトではないんだよな。生きた化石やぞ。マジで教えてくれ、ほんまは知ってたんやな。お前らワイのこと騙してたんか？化石でしか見たことないやで。ええんか。優しい。人間より優しくて草。うつ伏せだと沈むのに仰向けだと浮くんやな。これ優しさじゃなくて鬱陶しいから助けるらしいな。ベジータやん。ツンデレかわいい。カメって助け合うことができるんやな。すごい映像やでこれ。起き上がる地面作ってあげてるんやな。リクガメも同じことやるから本能なんやろか。ペリカントレーナー。アホだから同僚のカピバラトレーナーを飲み込めると思ってる。ダチョウとパタスモンキーもいそう。担当馬娘が走っていると釣られて走り出すけど、なぜ走っているかはわからないダチョウトレーナー。水中の匂いすら判別。星形の鼻を持つモグラ、星花モグラ。早い愛軍島の生き残りがいたのか。この突起動かせるのか。何かに似てるなぁと思ったらあれだ、ドラクエ5のゲマの手の形に似てるんだな。なんとなくだけど。間一髪。調子の女。生き物舐めてるとこうなるよね。本気じゃないから助かっただけ。魚は炙ったイカでいい。イカは甲殻類なんだが。ヤシロアキバカすぎ。魚だぞ。魚。わかったわかった。おつまみのこと魚っていうの。若い子は本気で勘違いしてそうなやつ。ペリカンの世界には大きさという概念が存在しないのかもしれない。小さい頃動物園でペリカンに腕かじられたけど、なんで自分よりでかい生き物食べようとするんだあいつらは。改装される前のサンシャイン水族館行った時、ペリカンの水槽代わりとペリカンがはみ出して手前で写真撮ってるおっさんを明らかに食おうとしてたのが、その日見た中で一番スリリングだった。いっそ相手を加えることが親愛のサインとかってことはないかな。なさそうなんだよな。キリン食おうとするのは気が狂ってるとしか言いようがない。モグラって掘るのくっそ遅いらしいな。穴掘るのは歩く時の360倍のエネルギーを使うらしいで。1年間歩き続けてるようなもんじゃんそれ。じゃあ歩けやもう。ワイだったら7時間まで油かいて見つけられずに死にそうやわ。なでなでを要求する甘えん坊。ふにょふにょで気持ちよさそう。かわよ。これはかわいい。でかい貝の上でバーベキューした結果。ロタ。石かと思ったわ。なんで貝でやろうと思ったんや。でかすぎ。昼飯全部土に帰ったねー。こんなでかい貝があってたまるか。もったいねえ。くそ。汚ねえ貝の上で焼いてたくらいだし、落ちたくらいじゃ全然余裕で食うだろ。貝殻じゃなくて貝かよ。鳩を捕食して水中に引きずり込むカメ。つえ？え？何？食うの？カメって肉食？
水の中の亀は大体肉食。マジか。ウミガメも？赤ウミガメは主にエビやカニ類、青ウミガメは海藻類や海藻類、オサガメはクラゲ類を主に食べる。まあ、基本は雑食。閲覧注意。鶴カッコ単調の頭の深層のグロ画像。つぶつぶがキモい。単調の頭さらすのやめや。ちなみは鳥のトサカと同じやで。解説しよう。単調の頭の赤い部分は羽毛ではありません。皮膚が露出し細かな肉こぶとなり血の色が見えているのです。肉こぶってのがもう、なんかもうすっごい。それ指でグッとしたらどうなる？口。体にこんなんついてたらコンプレックスで自殺するやろ。モグラの骨格かわよ。化石で見つかっても変な再現されてそうやな。こっからあのモフモフボディは想像つかんわ。ティガレックスやん。恐竜の復元図も怪しいな。あれは骨格のデザインに忠実すぎる。ウミウシさん、頭部を切断しても頭から体が生えてくるやべえ生物だった。トグロアニアン。無限に食えるやん。わいかな。人間も改造すればできるようにならんのか。うまいからオーケー。なんで心臓なくなっても生きてんだよ。非常用の心臓があるんちゃうか。ピッコロさんの先祖やね。お前は俺を怒らせたがガガ。ちょっかい出した男の末路。自業自得で草。スカットジャパン。そうなるわな。なんでモフモフしてる動物は可愛いのに、俺のふさふさの胸毛はキモいの？いや、可愛いよ。ブンク。なんか始まっちゃう。カラス最長60年、オウム最長100年以上、北極クジラ最長200年、アメリカに生息するザリガニ最長175年。カラスマジ？あくまで最長だぞ、それでもヤバすぎるが。カラスは平均10年から30年らしい。いろんなもの食って寄生虫やらうようよしているだろうに、その平均はすごいな。相当な運だろうな。あとは飼ってないだけでもっと生きてる猛者も絶対いるだろう。両翼そうミウシほんとかわいい。ピカチュウのパチモンみたいな模様。さすがに食えそうにないな。何かかわいい。これは飼ってみたい。両翼体を持つ動物かよ。無敵じゃねえか。パンダツノウミウシもかわいい。ウミウシだけの写真集ってないのかな。そこそこ需要あると思うんだけど。いや普通にあるから。世界の美しいウミウシ。ダイビングのガイドやってたけど、ウミウシ専門で撮ってるやつって春先めちゃくちゃ冷たい海の中で1個体にじっと10分くらい粘るわけ。死ぬほど寒いから勘弁してほしい。2メートルを超える巨大ダイオウイカが海岸に。いや、思ったよりちっちゃい。それな。ここどこ？新潟。巨大地震の前兆か。死んでるのに？生死関係なく漂着したってことで前触れかもね。ペンティいけるやん。普通にありそうな感じ。思いのほかええ感じやな。ええやん。ああ、欲しい。